こんにちは。14日火曜日ですね。今日は12月14日火曜日ですね。今ですね、猫よけのカバーを外しまして、このようにですね、カバー外しましたら、菜の花が出てきましたとね。こちらはですね、スナップエンドウと、カバーにつるが絡まってちょっと外せないということですね。で、このようにですね、だいたい15メートルぐらいの畝ですけど、菜の花と、で時々スナップエンドウと、こういうあれですね、でありますと。でとりあえず外しましたとですね。はい、ここも猫よけの木ですね。はい、いいですね。ちょっとこいつを入れたいんだけれど、ちょっと捕まっちゃったね、これ。まあいいじゃない、はい。ね、でニラのですね、ちょっと肥料が強かったから、ニラが、なんていう、葉っぱが良くないと、肥料が強いと。でこれちょっと一回ですね、切ったですね、ハサミですね、はい、ね。でこれがそのまあ共用地の猫よけですね。はい、まあ、猫が来ないとですね。まあこの土地です。大体ここ、そうですね、25-50メートルぐらいですかね。猫、柔らかいところで猫をやっていくと。中にはまあ犬の糞をですね、刺していく人もいる。まあ私有地ですからね、ここは。まあ、このような形で、まあ、私の道ですね、4軒で共有していると、こういうことですね。はい、じゃあ今日は一旦ここまでと。